はい今回の映像は2対2ですね数的同数同位っていったシチュエーションを、まあ、ゲームの状況を応じながら見ながら、えっと、確認をしていきたいと思います、えっとまあ。2対1をうまく作っていくということとさらに、えっと、ボールホルダーが、うん、不利な状態相手とのスペースが空いている状態においては2対2をちゃんと理解をして。 ポジションを取れるようになってくるとボールホルダーのパーツの配球さらにボールの受け手の動き出しといったところが明確になってくるかと思いますある程度の優先順位だとかも当然ありますがこ,のこういうシチュエーションであればここを狙った方がいいよとかこのシチュエーションならこっちの方がいいよねといったところは必然的にえっと回答が出てくるようなものになりますので。 皆さんのプレーの整理にしていただければなと思います。まあ、当然えっとまあ、臨機応変に、えっと、いろんなパターンが多分あると思うんだけど、あと思いますが、えっと頭の整理に使っていただければなと思います。それでは映像を動かしていきたいと思います。えっとゴールキーパーが赤で青のプレイヤーが241。そして相手が白で。 えー、キーパーちょっと見えてませんが1331というふうにポジションを取っているというので確認をしてください。さてボールが、えーとまあ、こういった状況になったら、えー、と相手の白のポジションがこのように対応してきた場合ですねいろいろな対応の仕方がありますので、えー、と前に2枚になるようにして後ろを、えー 絞っていくっていうような形にちょっと取ってみましたでそうすることによって、えー、まあほぼマンツーマンな状態になっているっていうことを考が考えられるのでここに出していくと分かりますが2対2がいろいろなところでできているっていうのを確認をしていただければなと思いますそれではボールをここに配球していきます、はい ここに配球しましたら2:2、えっと、がここにもうすでに出来上がってますねいろんなところで出来上がっていますまあこのように動いてきた場合ですね2:2、えっと、が考えられるのがまずここの2:2が考えられますね、えっと、まあ相手がこれ一つ前を戻してみると相手が平行な時になります平行な時に我々も平行になっているという時 でボールを配球されていくと、まあ、このように、まあえっと、チャレンジする人アプローチする人カバーする人って相手がなってくるこういった2対2ですね。さらにこの2対2も考えられますねボールーと外側の2対2、えー、これは相手は縦関係になっているってい、まあ、ちょっと斜めですけどね。 でえっと、味方との関係もちょっと縦関係になっているっていうことが考えられますね。こういった2対2もありますからそれぞれの状況によってやっぱり変わってくるんですね。3, 3つ目に、えっと、縦関係の2対2が見えてくるかと思います。えっと、明らかにいい縦もう2対2になってしまっているのでここで取り上げていくと、えっと、ボールホルダーに対して、えっと、ボールの受け手がどこに受けたらいいのかっていったところに関して言うと。 えっと若干遠くなってきますのでまあ非現実的にはダーッて下がってきてボールを受けるってことも考えられなくはないですねまあ実際にえと下がってきて受けるっていうこともありかと思います非現実的で言っちゃいましたがまあありかと思いますねまあとはいえ近場にえっとこの2対2だとかこの2対2があるからあるものですからこちらをうまく利用しながら突破をしていき またこの2対2ゴールキーパーも含めた2対2というのも当然考えていくべきだと思います、まあ、ゴールキーパーもフィールドと同じように、えっと、ボール側を配球した後には、えっと、足でプレーするフィールドプレーヤーとしての役割が成り立ちますので っと,となくできるようなものではないので必ずゴールキーパー,のーを入れたビルドアップとかトレーニングを必ず毎回入れるようにしてあげていただければなと思います。はい、さらに相手が、えー、と寄せてきたりする場合そして、まあ、先ほどと同じぐらいの場合もう一つは。 もっと間が空いている場合ということで、プレーの幅ですね、ボールホルダーのプレーの幅が広、えっと、変わってくるのをもうご理解いただければなと思います。当然、相手に応じてこちらのプレーは変えられるってことですね。ですから、えっと、こんなに近く来ている相手の時にどこに出せるのかとか、えっと、ここだったらどこに出せるな、さらに、 ここまで離れていればもっと前の方に、えー、と視野を高く上げられて出せるなっていったところがもう当然見えてくるかと思いますのでそういったことを考えていただけていけたらなと思います。はい。それでは実際には、まあ、この辺ですね、まあ、結構寄せられた時のことを考えていきましょう、まあ、よく試合中には起こり得てくるシチュエーションですね。 そうした場合には考え方としてラインがラインがここに出てきますねでフォワードのラインと中盤のラインってありますが一人一人のラインとして考えていくとボールを対応しようとしているプレーヤーに対してのラインがボールホタルに対してはここになりますから、えっと、サイドの選手はうんここまでやはり戻ってあげるっていうのが一つ ポイントですね、これはは確実にににボールを動かすすためには必要になってきます、えー、とこれがもっとセーフティーになってくるようであればここまで引いてあげると確実にボールは受けられますね、まあ、こういったところも考えるんですがじゃあここでそのままもらっているとどうなるかというと相手に詰められてしまいますよねこれも分かってますよねですがこういったこのポジションの取り方をちゃんと伝えてい ないと子供たちはこここに居続けけるわけですねこうなってしまうとボールは受けづらいんだよって出せないんだよっていうことですねだからちゃんと戻ってあげるっていうことさらによく言えばここまで戻ってもいいんだよってねまあとはいえボールは前に進めたいですから、えっと、ボールホルダーの、うん、ライン ボールホダーを対応しているディフェンスのラインのここぐらいまではちゃんとボールを引いてあげて受けてあげるってことも大切になってきますね。よろしいですかね。はい。どんどん流していきましょう。はい。こうですね。はい。で、そうした時に、はに、い、ここでももらえないのはよく分かりますね。このプレッシャーの中でここに出そうとするとすごく窮屈感があって精度が高くなくなってしまう。 さらに、えっと、上がってしまえばしまうほどおっとプレッシャーがかかっているので精度の高いボールが出せれば問題ないと思いますが、えっと、奪われる可能性が高くなるっていうのを理解していただければなと思います。いいですね、もしここに出させたいんであればひょっとするとこの時点で、えっと、ボールは配球しながらも、えっと、この前のフォワードを、えっと、ですね、えっと、中盤のボランチの選手が えっと、サイドのところに上がって、えっと、フィートしてもらうっていうことは考えられるかと思いますですね。はい次に、えっと、相手との距離があるときにことを考えると、えっと、どこのラインを突破できるかというと、はい、そのまま 上がってこの裏ですね、さっき言ったところ。どうしてかというと、ボールホルダーにプレッシャーがかかってないから、このプレーができるってことです。ですから、積極的にサイドバックは、サイドハーフですか、上がっていっても問題ないと思います。ですね、制、まあ、度の問題になりますね。えー、さらに、まあ、こういったところでも最低限もらえますよね。フリーですからね、なんて言ったって、ボールは前に進められるかと思います。これはまあ、あフリーなので、あ,、まあ、あえて。 安全にできるプレイとなりますよね。相,相手にとって怖いとなると、やはり一番最初のえーとプレイになってくるかなと思います。いいですかね。この動きですね。では次に。はい。真ん中のところ。 ですね、フリーですから、この状態でフリーですから、サイドに出せるようであれば、当然まっすぐ、この2対2思い出してください。2対2でも、えっと、裏を積極的に狙うっていうボールが出しやすくなるってことですね。まあ、こういったところも確認をしておくといいかと思います。当然、足元でもらうっていったところも、このスペースで相手のラインで受けることもできるかと思いますが、えー、次に行きたいと思います。はい、次に ゴールキーパーとの2対2を有効利用して3対2を作っていくってことですね。ちょっとゴールキーパー飛んじゃってますけども、すいません、えー、と設定ができないんですね、えーと。手で扱ったということで考えていくと、こういう状態でボールを受けるってことですね。はい、さらに、えーと、ここにボールが配球できやすくなってくるんですね。そうするとフォワードのラインを越えていくっていうステーションが容易にできて3対2でね。2対2だったんだけど3対2。まあ、これは。 えと最終ラインでゴールキーパー入れると2対2が3対2になるというのが分かるかと思います。はい、それではビルドアップ上がっていったところですね、まあ、こういった形でも2対2ができてフリーですから裏を狙えるよということで裏を狙っていくという状況になります。はいでえっと、このの状況の中で 攻め入ったとに横並びのの2 2対がが生じてくるというよまあこういった状況の中で先ほど確認したように2対1を作っていく2対2から2対1を作っていく時に、まあ、こ,の2 2のとこの2対2で作るのかこの2対2で作るのかはたまたこの2対2で作るのかということができるかと思います。 はい、ここでの2対2から2対1を作る方法として考えると、えっと、ボールホルダーに対して、えっと、1人相手が来てますから縦関係の関係でいくとこんな動きが考えられますねこういった形でボールを受けると、えっと、2対1ができて突発しやすくなるってことですですから、えっと、オーバーラップが1つポイントになるかと思います、まあ、ボールはこんなふうにですね、はい、次に、えっと 中盤のラインからボールサポートをよ横に来てでワンツーと 1, っていうのはこういった2対1からあ2対2から2対1を作るはいこんな感じですねでこういった形から次に考えられるのは2対22っ、えー、とフォワードとの関係で2対2ができているので、えー、とシンプルに、まあ、同じような形横にもらいに行くっていう手もありますし、えー、とラインを突破するっていったところでこの うーんまあ、チャンネルサイドなんていった言葉もありますけど、えっと、ここの裏のところ2対1のところにボールを配球し走っていくっていうことで突破できやすくなってくるかと思います、まあ、当然アタッキングゾーンですからこうやった突破のシチュエーションっていうのがすごく大切になってくるうーんところですから、えっと、積極的にボールホルダーを越えてボールを受けに行くといったところ がポイントになるかと思います、えー、積極的に時間をこういったところではかけずにサポートして素早くライン突破を図るこうですねはいこういったプレーが、えっと、随所に出てくるといいかと思います。2対2の攻撃のところのまとめになりますが、えっと、ボール方向に、えー、ボールをゴール方向に進めていくといったところも含め えと相手がどの位置にいてスペースがあるかないかでえと相手のラインを突破することが必要なのかそれともボールの受け手が疲れているところの突破ができるのかなんていったところも合わせて2対2もしくは2対1のこの組み合わせであるっていうのを理解してプレーができるようにまたサッカーのプレーを見れるようにしておくといいかと思います。